ました。今月の6日にプーチン大統領がシンポジウムでアメリカの大統領選についてハリスを支持するというふうにコメントしましたが、これは一体どういう意味があるんでしょうか。これは一体、では今自民党総裁選についてお二人が考えるこの人だけは絶対なっちゃいけないと思うのはどうでしょうか。まず一番目のハリスを支持するっていうのは、みんながトランプを支持するっていうことを期待していて、そうするとトランプにマイナスになるからだよね。ただ真面目に考えた場合に、ハリスになった方がこれ多分このリチウム電池もかなり疲れてると思うよ。このリチウム電池かなり疲れてるからさ、充電してもすぐ飛んじゃうんで、根っこの電池自体変えないとダメだよな。やっぱりそのお役所なんだな、参議院も。これ民間の会議室だったら絶対こういうことって起きないからね。面白いよね。施設はさ、民間の一級施設並みなんだけど、こういう細かいところでやっぱり役所の感じが出ちゃうよね。それでハリスになった方がアメリカの混乱が増すから、ハリスになった場合トランプ支持者は票が盗まれて大暴れするのは確実だからね。それからハリスの人気と、この前まで全然力がないとか言ったのは突然作られた人気だよね。そういったことを考えてみると、やっぱりハリスだっていう形でより混乱が深まった方がロシアにとってはいいんじゃないかなと思ってる節があるかもしれないよね。で、自民党の総裁選、私自民党員でもないし、そっちを見てあんまり関心ないんだよね。でどの政権で政権交代に関心をなくしてからどれぐらいになるかな。結構長いんだ。むしろ民主的な手続きによって選ばれた政権の中で、今新しい戦前ってタモリさんが徹子の部屋で言ってたんだけども、それを新しい戦中にしないことだよね、我々の課題は。そうすると時の政権がどういう政権であろうとも、国民によって究極的には信任されてる政権なんだから、その政権の中の、私はやっぱり元行政官でしょ。そしたら行政機構の中にいる官邸の波長の合う官邸官僚たちに自分の持っている知識とかノウハウをサポートするっていう、そういう形でやるのが、人生残されている時間も短いし、特に大きい病気したから、それが私のやらないといけないことで、あと残りのエネルギーのほとんどは教育にかけたいと思ってるよね。実際それで今頑張って、明日からは沖縄の明王大学行くけどね。だから自分の経験をどうやって若い世代につないでいくかっていうことにエネルギーのほとんどはかけようと思ってるんです。で、心配なのは回転ドア方式にまたなるのかどうかっていうことなの。私は実はね、立憲民主党の代表選挙のものにより関心を持ってるの。これは一つ、野田さんが出てくるかどうか、その一点。野田さんが出てきたら、私は国会論戦だいぶ変わってくると思うよ。今党首になると言われてる人の誰が出てきても、そうだな、茂木さんが出てきた場合はちょっと違うかもしれない。茂木さんや加藤勝信さんが総理になったら互角の議論をすると思うんだけども、それ以外の人だったら野田さんの圧勝だと思うよ。どこでも野田さんは政策にも通用してるし、安倍さんの通常演説でも分かるように、やっぱり人の金銭に触れる演説をきちんとできるしね。それからあともう一つは、人は自分にとってマイナスであっても、税と社会保障の一体改革で、やはり消費増税っていう、しかも倍に上げるって話だからね、そこのとこをやって、いわば打ち死にしたわけだから、これは霞が関では実はすごい高く評価されて、財務省はやっぱり野田さんがいざ権力を取るっていうところに来た場合には、私は財務省は結構全力で応援すると思うよ。やはり消費増税のところに踏み込むところで、竹下さん以来だからね、あれだけのリスク取った人は。そういったことを考えると、民主党の代表選挙が野田さんになって、その後自民党の方が回転ドアみたいな感じになると、結構大きな政界の中での動きって出てきうる可能性があると、こういうふうに思ってるんですよね。で、日本にとって一番いいことは、とにかく共産党と戦争が大好きな極端に勇ましいその両極ね、それ除いたところで
大体考えてるところみんな近いところにあるから、人間的ないろんないがみ合いとか個人的な事情を超えて、その両極を排除したところで、真ん中の人たちがまとまってほしいんだけどね。私はそんなふうに思ってます。